はい、こんにちは、タカです。昨日はもうポイント FOMC ですね。この結果を受けてどうなったのか、もうそこが最大の注目ポイント。結果としてはドルは強かったですね。直近高値、今年の最高値更新まではいきませんでしたけども、ただまだまだ今日もそれは狙えますからね。ドルはかなり強い。この強い環境を踏まえてチャートの方がどうなったのか、これをまず見ていきたいと思います。まずはこちら、ユーロドルの1時間足日足を重ねています。ドルが強いわけですから、こういったドル絡みの通貨は当然この売り圧力強くかかってきます。下落トレンドがここには見えてきますけども、昨日ですね、これ一旦流れを止めたことによって、これサポートが少し見えていたんですけども、また割ってきてしまいました。トレンドを見ていこうと思えば、この動きが僕はすごく大きい、大事な動きだと思うんですね。ここでも見られていますけども、この足場を作るという行為、動きですね。何が起こるのかというところ、押し目買いが入ってくるんですよね。この前には強いトレンドがあるわけですから、こういった押し目買いが入ってくる、ここもそうですよね。流れを止めれば押し目買いが入ってくる。ただこの押し目買いというのは報われてないんですよね。下の方に抜けたことによって、投げてる人もいるでしょうし、捕まってる人もたくさんいるでしょう。捕まっている人が増えれば増えるほど、これ将来の売り圧力になってきますからね。次に戻った場面が出てくれば、これは売りが入りやすい環境ということにはなります。今回の FOMC の結果によって、ドルに強い買いが入りました。チャートの方を見ていくと、下落トレンドがはっきり見えていて、またこのサポートを割ってしまいました。こうなると簡単には買えないですね。ロングを見ているブラハが相当苦しい状況が見えてきますから、それとは反対の勢力につくのがいいのかなと思います。目線としてはもうショート。このあたり過去にね、一旦流れが止められた場所になりますから、サポートは確かにあったりもするんですけどもね。ただ目線としてはやっぱりこちら優先ですね。もうトレンドが出ていますから、まずはこちらを見ていく。反発とか、こういったサポートとか、そういったものを見ていくのは一旦流れがまた止まった後ですね。トレードとしては売り場を探していきたいということになりますけども、じゃあどこで売っていくんですかという問題に対しては、少し難しい局面も出てきそうです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ても売りのトレンドは出てますよね。サポートを昨日はもうしっかり割ってきています。これが FMC ですね。結果を受けてサポート割れています。この動きによって目線はショートですね。戻れば戻るよりも見ていきたい。ある程度目線は固定できるかと思いますけども、ただ今現在ポジション持っていない方、持っている人はいいと思うんですね。高いところから売っている人は余裕を持って相場の方が見ていられると思いますけども、今ポジション持っていない人はもうかなり突っ込んだところでの勝負になってしまいます。もちろんこれでもね、安値を更新した直後ですから、売りのトレンドが出ていれば、積極的なショートも全然ありだと思いますけども、どこかに出てくるサポートに対して調整を警戒していかないといけない。またここのサポートがどこになるかというのわからない状況ですから、この位置からのショートは警戒してもいいかもしれませんね。むしろしっかり戻りを待つ、戻りの壁を探してからのショートでも、全然いいように思います。でないと、この辺りでショートをしてね、仮に波の反発、逆行した動きになった時に、どこで切ればいいのか、こういったのが見えてこないですよね。波の起点はこの辺りになってきますから、もしこの波の起点をバックにショートしていくとなると、この現在地からはかなり距離があります。デイトレードでこれだけのリスクを取ってトレードをしていくというのは、正直難しいと思いますので、であれば別に近場に壁、サポートを探していかないといけない。その壁がまだ見当たらない状況なんですね。なので、今日あたりはこの壁を探して、その壁が見えてくればショートなんかは面白いんじゃないかなと思います。その壁候補としてはやっぱり昨日までのサポートですかね。 1.17 の10あたり、このあたりサポートになっていました。サポート割れたから売りのトレンド見ていますから、こういったところは候補として見ていくのは面白いんじゃないかと思います。ただあくまでこういったのは過去の動きだけを参考にしていますので、見ていきたいのは今の値動きもしっかり見ていきたいんですよね。過去と今とを合わせてこの壁を探していきたいんです。そういった意味で過去の動きはもうある程度分かってますから、今の値動きに注目ですね。上値が重くなってくればショートは継続して見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円1時間足に日足を重ねています。昨日は円が弱かったですね。朝から強い円売り、きっかけは恒大のニュースではあったと思いますけども、ただそれ以降売りも入ってないですから、遅かれ早かれこの円売りというのは起こっていたんではないかなと今となっては思います。そして FMC ですね。 FMC を通過したことによってさらなる円売り、それによってヒゲをつけた形になっていますけども、ただこれに関しては最後潰されてしまいましたね。この動きによってわかること、ひとまずはこの下落トレンド、これはもう一旦止められましたね。サポートが見えたことになります。128円、下のサポートが見えてきましたから、今後はもう調整局面ですね。横への動きを見ていくのか、値幅を伴った調整、この戻りを見ていくのか、これがまだはっきりわからないですから、そのための壁、戻りの壁探しをしっかりしていきたいんですよね。
昨日、一昨日あたりでこれヒゲを2つつけています。高値を2回試してその度に潰されていますから、上値はやっぱり相当重いんではないかなと。この売りのトレンドはやっぱり影響大きいんではないかなと思います。戻れば売り、こういった環境はまだまだ見てはいきそうです。ですからまあ今日はこの壁探しがすごく大事になってくるんじゃないかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ても売りのトレンドすごく強く出ていますけども、一旦流れが止まっているように思いますね。戻りの壁もはっきりこの辺り見えています。128円の6070付近、上下に壁が見えていますから、短期足を見ていけばもうレンジ相場が見えてきます。そうすると今の現在地は少し中途半端ですね。レンジの真ん中ですから、トレードしていくんであればこの上限か下限に引き付けた値動きをしっかり見ていきたいです。今見えてるレンジの上限が128円の70付近、今見えてるレンジの下限が128円、抵抗されることを想定してもいいです。ブレイクを期待してもいいですけども、基準となるレートが見えてくるといろいろ作戦は立てられると思うんですよね。僕自身はこのユーロ円の売りのトレンド一旦止まったという形を見ていますから、レンジ相場を想定していきたいと思います。レンジですからね、下からは買う、上からは売るということになります。特にまあ環境的に売り圧力、これはもうかなり強いように感じますから、戻り売りはしっかり見てはいきたいですね。壁として見ている128円の70付近、超えてくればいろいろ環境変わってきますからね、また考え直さないといけないですけども、レンジ上限までの戻りがあれば、これはもうショートは継続して見ていきたいなと思います。目標はレンジ下限ですね。128円あたりまでを目指したこの売りの流れ、あくまで見ているのはレンジ相場ですからね、下にブレイクしていくかどうかは別問題です。日足は一旦流れを止めています。128円のサポートも継続してしっかり見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。昨日最終的にドル強かったですからね、ポンドドルも売りが入ってしまってます。もともとチャートの方を見ても、下落トレンド見えていますから、トレンドの継続ですね。おととい一旦これ流れ止めてるのも大きいですね。流れを止めると押し目買いが入ってきます。ただまあレンジから下の方に抜けてしまったということで、この押し目買いの失敗も見えてしまいます。ロングが苦しい状況ですね。下落トレンドが見えてしまってますから、戻りの壁もはっきり見えてます。抜けてくるまではもう目線はショートですね。ただまあ突っ込んだところのショート、こういったのも警戒していきたいですから、目線としては戻り売りですかね。壁を探して上値が重くなってくればそこからのショート、戻りの壁候補としてはサポートされていたところ 1.36 の50付近、こういったところ一旦流れが止まりやすい場所だと思いますので、上値が重くなってくれば継続してこの戻り売りショートは見ていきたいなと思います。環境的にもちょっと変える形にはなってないですね。ロングは相当慎重に見ていきたいです。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期の流れを追っても下落トレンドが見えてきます。戻りの高値抜けていません。この壁越えてくるまではしっかり戻りは叩いていきたいですね。目線はショートということで、この売るための壁を探していくということになってきそうです。もう完全にこれ安値を更新した動きになっていますから、変える場所がもう正直ちょっと見当たらないですよね。しかも先ほどのこの FMC、高値を試したりもしていますけども、結果的にこれ一手超えの形になっています。言い換えればこの上げを否定してるんですよね。これもすごく大きいとは思います。まあ、いろんな角度から見ても目線としてはもうショートになってしまいますね。買っていくためにはこの 1.37、 この回復は必要になってくるんじゃないかと思います。今日はポンドに関してはね、BOE の政策金利の発表があります。その前には PMI なんかもあったりしますんで、今日のポンドは少し荒れる展開もあるかもしれません。ですからまあ特にこの下の方に突っ込んだ場所、この突っ込んだところのショートは警戒はしていきたいですね。環境的に売りを見ていきたい、もうこれは変わらず見ていきたいですから、あとはどこで売るか、値動きの方が荒れてくれば戻りなんかもあるかもしれません。しかし戻りを待ってショートはしていきたいですね。ただこれ上の方に抜ける動き、これだけは注意はしていきたいです。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。ポンドに関してはもう環境変わりましたね。下落トレンドははっきり見えていましたけども、昨日の動きによって一旦流れを止めています。円が昨日弱かったですね。最初のきっかけは恒大のニュース、ただそれ以降もこの円売りというのは止まりませんでしたから、まあ、遅かれ早かれこの流れは止まっていたんではないかなと。こうなると下のサポートが見えてきますから、今度はこの戻りの壁探し、上の壁も見えてくれば調整局面なんかも意識していくことになりますけども、ただこの壁がまだはっきり見えてないですね。この壁を今日も探していくことになりそうです。あとは流れが止まったということで、こうなってくると過去の動きも当然気になります。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足を見ていくとこれも一方的な下落トレンドは見えているんですけども、ここで一旦流れ止めてるわけですよね。過去にも同じようなところで流れが止まっていますから、こうなるとサポートは意識されてくることになるかもしれません。
これ日足がトレンドで出ていれば僕はあまりこういったの気にしないんですけどね、ただ日足は一旦流れが止められました。こうなると逆にこれも意識しないわけにはいかないですから、この位置からショートすることへの抵抗はまあ当然出てきますよね。直近の安値すら合わせで一旦流れが止まったという形が見えています。この位置からショートしますか、やっぱり怖いなと思ってしまいます。打っていくんであればしっかりブレイク、割れたという形が欲しいですね。今現状はそういった形は見当たりません。この位置からのショートは警戒はしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。売りのトレンドはもうすごく強く出ていますけども、一旦流れは止まっています。これ以降は調整局面ですね。上下の壁探しということになってきます。下のサポートはこれはもう過去を見てもね、この149円このあたりはサポートにはなってきそうです。ですから戻りの高値、これを見ていきたいですね。これ本当に上に壁があるのかどうか。昨日も一瞬この高値を試しそうにはなりましたけども、すぐに売りが入ってしまいました。この上値が重い形が見えてくると上下に壁が見えてきますから、レンジ相場、値幅調整ではなくて時間調整ですね、横への動きを見ていくことになってきそうです。流れとしてはこの売りの流れが出ていますから、上からは売っていきたいですね。ただ今の位置がこれレンジの真ん中付近ですからね、この位置からやれることは少ないように思うんですよね。しっかり上まで引きつけて値動きを見ていくか、もしくは下に引きつけてこのサポート付近での値動きを見ていくか。今日に関しては少し最初我慢も必要かもしれませんね。繰り返しますけども、今日はポンドに大きな材料があります。主には PMI とあとは BOE の政策金利、これによって相場の方は動くかもしれませんから、特にこのレンジの真ん中付近でのポジション、こういったところを持ってしまうとこの上下の動きに振らされてしまいますからね、これは避けたいですね。できれば自分が見ているポイントに引きつけて値動きは見ていきたいですね。僕はもうざっくりと149円から150円で相場の方は見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に日足を重ねています。5ドルもかなり上髭が長くなってしまってますから、まあ、少しこの動きには警戒してしまいますけどもね、まあ、それでも下落トレンド、これはもう一旦止まったと見てもいいんではないかなと思います。下のサポートが見えてきていますから、次は戻りの壁探しですね。ちょっとこの辺り髭が多いですかね、もう少し具体的なレートを探していきたいですね。壁が見えてくればしっかり売りは見ていきたいです。流れが止まったから急反発みたいなことはあまり想定はしていないです。売り買いの攻防ですね、この辺りの攻防を見ていくことになりますから、まあ、どこかには壁は出てくるんじゃないかなと、この壁探しがすごく大事になってくるんじゃないかと思います。あとはもう流れを止めたということになりますから、当然これ過去の値動きも気になりますね。同じようなところで値動きも止まっています。こういったのを見てもこの 0.72 の2030あたり、このあたりはしっかりサポートとして見ていくことにはなってきそうです。過去の動きと今の動きを合わせて考えていく、また割ってくれば下落トレンドを見ていくことになりますけどもね、現状この割れる動きが出てくるまではこの下の方からのショートは気をつけたいです。売るんであれば戻りを叩く、昨日のこの動きによって日足のサポートが見えてきた、これはしっかり押さえてはおきたいです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期の流れを追っても下落トレンド見えてますけども、この辺りで一旦流れが止まってきてますね。サポート何度かしたこれ試しているんですけども、なかなか抜けてこない。今の位置もサポート付近ですけども、流れとしてはもう売りの流れですね。上値もかなり重いようには見えていますけども、じゃあどこでもショート見ていけるのか、それは難しいと思います。サポートが見えている以上、この下からショートをしていくのはもう避けてはいきたいですね。ではロングを見ていくのか、まあ、サポート見えてますからロングするのもありですけどもね、このあたりは人によっても変わってくると思います。僕ならばこの売りのトレンド、こっちを優先して見ていきたいですから、どちらかというとこの押し目買いを見ていくよりは戻り売りを見ていく、壁、上の壁からのショートですね、こちら優先で見ていきたいとは思いますけども、ただまあ今の現在地が少し悪いですね、売る場所にはないと思いますから、売るんであればしっかりこの戻りを待つしかないかなとは思います。そうこうしているうちにこれ下の方に抜けてしまえば再度売りの流れも見ていけると思いますから、それまではしっかりこの戻りを意識していきたいです。目線としてはもう継続してショートは見ていきたいですけども、売る場所は慎重に判断はしたいですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に日足を重ねています。円がかなり弱かったですから5ドル円もかなりの強い売りのトレンドになっています。ただこのトレンド、昨日で一旦流れは止まりましたかね、サポートが見えてきたという形になっています。79円、下のサポートが見えてきたわけですから、見ていきたいのが戻りの壁探し。昨日はもう終わってみれば5ドルがすごく強くて円が弱いというね、5ドル円のロングを見ている方にとってはすごくいい流れだったと思いますけども、ただそれでも一昨日のこの高値抜けてないんですよね。まあ、所詮は調整の戻りに過ぎません。流れは止まったとしてもこの売りのトレンドが崩れたわけではないですから、継続して売り場を探していきたいんですよね。そのための壁探し。
もちろん壁が見えてくればそこからのショートはこれはもう狙っていきたいなとは思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。昨日はかなり強い戻りが入っていますけども、ただトレンド波を見ていくと下落トレンド見えていて、そして戻りの高値抜けてないですよね。これ抜けていれば高値をしっかりキープしていれば環境は大きく違っていたと思いますけども、ただもう売りが入ったということで、この売りのトレンドやっぱりこれは強いなといった形にもなっています。下のサポートが見えてきたことになりますけども、売りのトレンドが強いのは明らかですからね、売りは継続して見ていきたいんですよね。ただこの下にサポートがある以上、下からは売りたくないんですね。上から売っていきたい。昨日のこのあたりの動きを見ても、一昨日のこの冷やし高値、79円の80付近というのは一つの壁として今は見ているんではないかなと思います。壁探しですから、まずはこう壁になるかどうかまだわからないんですけども、このあたりをバックにショートを見ていくのは悪くはないんではないかなと思います。ただ抜けてしまった場合は、日足は流れを止めてますからね、日足の戻りも想定はしていかないといけないということで、今度は簡単に売れなくなってしまいます。であれば抜けたらどうするかですね。この答えはちゃんと用意してショートはしていかないといけないということになりますね。高値を更新してくるか、それとも壁が見えてくるか、このあたりが勝負の分かれ目にはなってくるんじゃないかなと思います。僕は一旦これも壁が見えてくるものとして考えていきたいと思いますので、この壁をバックにショートをまずは見ていきたいなと思います。ただその際には抜けたらどうするかですね。昨日までのようにイケイケどんどんで売っていける環境は昨日で一旦止まってしまったという点は、これはしっかり押さえていきたいなと思います。はい、ということで、まずはクロス円ですね。これは5ドル円になりますけども、5ドル円に限らないです。クロス円全般、昨日一旦下落の流れを止めたという形が見えています。ですからもうイケイケで売っていくのはもう一旦は終わりですね。ただこの売りのトレンドはしっかり出ていますから、戻り売りはしっかり見ていきたいんですよね。そのためにまずは壁を探す。この壁抜けてしまったら簡単には売れない。そういった場所を見つけてショートをしていきたいということですね。昨日の高値あたりはそういった壁の候補になってきやすいんではないかなと思います。はい、それに対してこのドルが絡む通貨ですね、ドルストレートの通貨、5ドルだけが少しまだ安値更新していませんから、その点慎重には見ていきたいですけども、まあ、当たり前ですけどもね、ドルに買いが入ったことで流れは下落の流れになってきています。もうトレンドが出てきてしまってますからね、このトレンドは継続して見ていきたいなと思います。もちろん今日もこれ安値更新する流れ、これを見ていきたいということですね。重要なイベントを通過して、改めてチャートの方を見ても、環境は基本的にドルストレートは変わっていないです。ならばこのトレンドについていくしかないかなと思いますんでね、またちゃんとサポートが見えてくるまでは継続してこの売りの流れ、これを見ていきたいと思います。今日は欧州の指標がたくさんあるんですかね、特には PMI、フランスがあって、ドイツがあって、ユーロ圏もあって、そしてまあイギリスもあってということで、欧州時間は注意したいですね。あとは政策金利、スイスとイギリスですね、このあたりも発表があります。これも FOMC 直後の動きになりますから、少し荒れ気味の相場ですからね、値動きは十分注意はしていただきたいなと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。